またまあ、なんか当たり前としては、まあ、我が家でコロニアルを巡って呼んでいる新型コロナウイルスワクチンが長くなりました。どうかお元気でお過ごしください。失礼いたします。すっごいよ。正面いるね、うん、さあどうだ。3連休最終日、11月23日、時間がね8時半です。開くかな。まずい、また出遅れた。ちょっとさっきまでね、昨日のブログをアップしてたんですよ。やっと完成して出てきたのが今の時間。あの辺がうねってはいるけど割れてはいない。ショアブレーク潮回りは腰用で今下げてるんだけど、これから一気に上げてきちゃうんだよ。なので時間との戦いです。ほらみんな焦ってる。今小川直也さんがいた。でかいね。全然変わんないよね。かっこいいね。キーズバーはどうですか。誰かいますか。いませんね。うわーすげー人。もうウェットを新しくしてちょっとハードルが下がった。冬の海。さあこれから帰って昨日のブログを公開します。もうできてんだけどね。海上がり、波はちょっといまいちだったね。なんかでもアツはボディーボード楽しかったみたいよ。さてさて、友達のさ、友達のヒデくん覚えてる？このブログで第1回目から登場している野人です。野人ことヒデくんね、ハワイに住んでるね。なんかね、いろんなところでね売れてきてるみたいなんですよ。この前ね、ハワイのお姉系 YouTuber に自宅訪問されてました。おじさんの出汁が出てんのね。たっぷりと。カレー臭？カレー臭。あとね、今日なんかラジオに出演するらしいのよ。これから、これかららしいので、ちょっと電話してみるね。出るかな。ハワイは日曜日の5時前。ビデオチャット。出るかな？あ、出た。出た、出た。ハロー？海行っちゃったんだ。あ、海行っちゃった。海行っちゃった？うん、海。ね、ラジオって今日？あ、そうそう、今日。だよね。オッケー。サンセット6時ぐらいだから、6時半ぐらいにはうちにいると思うんだよね。オッケー。さすが。太陽と共に。すいません。はい。じゃあねー。そう、ちょっとその前に、なんか、いたずらしようかなと思って。ありがとう、ありがとう。ゆきべはお姉系 YouTuber 見たよ。面白かったよ。はいはい、じゃあねー。じゃあね、バイバイ。残念。あ、今のが奥さんのゆきべね。やっぱりひでくんは波、家にはいなかった。サンセット、向こうのサンセットの時間、終えて、帰宅したところ、連絡もう一回しよう。ということで、また後ほど。はい、本日2ラウンド目、海に向かってます。でも今回はね、俺じゃなくてキッズが入ります。
若干天気が悪くなってきた。雲が出てきてる。じゃあスクール、今までは一緒に入って見てないと不安だったけど、もう勝手に2人で行けるようになった。成長しました。まあフィンなしだけど、相変わらず浅いとこで。かなりスクールが多いよ今日。これもスクールでしょ、あそこもスクールでしょ。あの奥は違うか。でもほらここにまたスクール。もしかしてサーフィン流行ってる。さてさて、もう一回ひでくん出ましょうか。もう多分帰ってきてるはず。さすがにサンセットタイム終了なんじゃない。ハロー。おー来た来た。ハロー。まだウェットだよ、ウェット。あ、ごめん、まだウェットだった。大丈夫。サンセットサーフ。さて、今日ラジオ出演らしいじゃないですか。そうなのよ。でしょ。はいはい、生放送でしょこれ。生放送でしょ。トピックは何だっけ。トピックはね、ハワイのコロナの感染状況とか。そのハワイの何、ハワイのコロナに関して。コロナね、コロナ。コロナってヒデ君、ヒデ君普段からコロナって言ってるっけ。コロナのことなんて言うんだっけ、ヒデ君。え、コロニャロメでしょ。コロニャロメ。コロニャロメだよね。普段はコロナじゃなくてコロニャロメって言ってるんだから、それはラジオでもちゃんと普段通り話した方がいいんじゃないかなと思って。またすごい無茶ぶりをしようとしてるね。あの生放送聞いてるから、うん、どっかでコロニャロメって言って。どっかでコロニャロメって言って全勝します。なんとか頑張って言う。あ、じゃあ OKOKOK、 1回ぐらいにも行ってみよう、行ってみよう。じゃあ皆さん、コロニャの目が出たら秀樹くんは相当頑張ったってことで。さてさて、あと1分、もう間もなくですよ。文化放送の番組が始まります。これだ、これ斉藤和美の先取りニュースワイド。来た来たよ。ちょっと待って、準備。ほら、これを言えるか。結構真面目なニュース番組らしい。これがね、50分まで続きます。その間にヒデ君とつながるはず。こんにちは。始まったよ。今年の時点で5850を踏まえた上でお話を伺いましょう。アーティストでアクセサリーデザイナー、カナリマサーフのオーナーでいらっしゃいます安井秀樹さんと今つながってます。はい、安井さん、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。、ね、夜は少し、まあ、肌寒い気温ですね。まとも、ハワイでは感染を抑えるためにどういう対策を取ってるんでしょうか。無理だよ。来ない。そうですね、必要不可欠な活動のため以外に外出する場合は、やはりハワイでは居住者だけじゃなくて訪問者とも、ハワイでは、それともある程度の数はあったんでしょうか。ここまで、ここまではやっぱりですか。それとまたどういうふうにちゃんと対策打たれてるんですか。必ず厳しいよ。なんか
されてるんですかね。これ言えないな。言えないよ。ね、日本よりもさらに厳しく感じますね、こちら。としては、まあ、我が家でコロニアロメって呼んでいる新型コロナウイルスワクチンが長く供給されるっていうことで、ちょっと、ね、なんか、痛みになるんじゃないかなと。まあ、もう、そうですね。ワクチンがね、供給用のまま保存しないといけないということで、ちょっと問題がハワイではありますけど、そこのところも含めてなんか、早く習得することを願っているというのが今現状ですね。わかりました。どうかお元気でお過ごしください。失礼いたします。すっごいよ。すっごいよ。すっごいんだけど、もうなんかみんな、あの日本の皆さんにもやっぱりこうみんなハワイを味わいていただきたいんで、うん、本当にコロナ防止対策を含めて、もうコロニアの目を吐くことまでみんなぜひ知っていただきたいなと思います。あの、収束してお金が貯まったら必ず行きますので、どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。やったやった。早速でも、早速でも2回言ったよ。すごい秀樹。来た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 よ。お見事でございました。お見事。いや、今2回ぶっこみました。2回ほらにゃるね。ウケるやなき。すっごいね。すごかった。ね、押さえるとこ押さえて、すごかった。2回ぶち込んだ。よくやったね、あれ。お見事、お見事でした。ラジオの向こうでさ、コロニャルメ言った時にシーンとしながら、そうそうそう。